はい、それではお時間になりましたので仮説実験検証を学びプロダクト開発を前に進めるために、うん、メビューサウザカムデリガベイを実践していることについて田中さんに発表していただきますよろししくお願いますよろしくお願いします ではですね、えー、このタイトルで発表させていただくんですが、まずですね、ちょっと突然なんですけど、えー、僕がですね、ちょっと当時というか、まあ去年ですね、ちょっと悩んでいたことっていうのをですね、ちょっと紹介させてください。で、えっと、3つあるんですけど、えっと、1つ目は、まあ普段やってる開発が点になっていて繋がっていないのではないか、まあ学びを将来に生かせられてないのではないかということで、まあ普段やってる、こう開発とか施策みたいなものって、 があってやっているはずなんですがなんかそれが見えないことによってあなんで自分とこれやってるんだっけって思ったりすることってないでしょうかでまたですね何かやって仮にうまくいかなかった人としても、まあ、それって何に繋がってるんだろうかっていうところですね見えないとなんか自分って今何やってるんだっけなみたいな気持ちにこうなりうるんじゃないかなというふうに思っておりますでまたなんとなく墨が遅いと感じるんですけどなんかどこが元のネックになってるのかが特定しづらいんじゃないか で、まあ、プロダクト開発ですね。まあ仮説実験検証学びっていう、この一連の流れを辿っていくことが多いかなと思うんですけど、まあ例えばですね、仮説を考えている部分で,ですね、プロダクトマネージャーの人がですね、なんかどうやってこの問題なんか解決しようかなみたいなところに悩んでいるとしますで。そこがですね、例えばなんか開発者から見えないと、なんかなんで、 え、なんか進まないんだろうなとか、あ、なんか何に困ってるんだろうどこにつまずいてるんだろうなみたいなところはですね、わからなくって、なんか解決の会話っていうのができない場合っていうのもあるんじゃないかな。少なくともなんかそういった時が僕はありました。で、またですね、なんかやったことがチーム内に閉じていて、その知見をチーム間で活かせられてないのではないか。で、この図はちょっと極端かもしれないんですけど、まあも自分たちのやってることっていうのが、こう他のチームが、 えっと、自分たちのやってることっていうのが、実は他のチームにとって有用な知見になるかもしれないし、逆に他のチームの人がですね、自分の、自分たちのやってることっていうのを見てもらって、なんか新しいアイデアをもらえるときってあるのかなと思っていて、まあそうすることで、なんか組織でこう学習を強化していくみたいなことってできるのじゃないか、もっとよくできるんじゃないかっていうふうに考えていました。<noise> まあこのようにですね、えっと、当時、まあ、自分自身がですねこうプロダクト開発を進めていく上でなんかちょっとモヤモヤするなっていう部分がありましたでそんな中で去年の7月にですねあのアトラクタさんが主催するメビウスアウトカムデリバリーっていうの,の研修をですね、えー、受けましたでこのメビウスアウトカムデリバリーの思想っていうのがですねあの自分が抱えているこのモヤモヤに対するですね解決のヒントになるんじゃないかっていうふうに思ったわけですね ただ、このメビ、僕が知る限り、このメビウスアウトカムデリバリーっていうのって、どうやってこう現場でこう取り入れているのか、使っているのかっていうですね、具体的な事例っていうのが、なんかそこまで情報として出てないんじゃないかなというふうに思っていて、なんか実際にこう現場で意識していくのって、どうやったらできるんだろうなっていうのがわからない状態でした。うん で、そんな中で、えっと、この半年間ですね、まあ、自分なりにそのメビウスアートカムデリバリーっていうのを解釈をして、こう実践する、まあ、プロダクト開発で意識できるような状態っていうのを作ってきました。 で、まだまだその実験の途中なので、うまくいってないこととかもたくさんあるんですけど、まあ、自分がその行っていることっていうのをですね、今日お話しさせていただいて、同じような内面を抱えていたりとか、こう同じような取り組みっていうのをですね、行っていきたい人とかですね、いたらですね、ちょっと今日じゃなく、えーまあ今日だけじゃなくて、明日、明後日といろいろお話しさせていただきたいなということで、今日、えー、自分のですね、事例をお話しさせていただきます。<laughs> というわけですね。まず、私ですね、田中俊也と申します。えっと、コネヒト株式会社に所属をしておりまして、現在はエンジニアをやっております。で、コネヒト株式会社、まず何やってる会社なのっていうところをお話しさせていただくんですが、えっと、あなたの家族像が実現できる社会を作るというビジョンのもとに活動しております。 で、家族というのがテーマに活動しているんですけど、メインプロダクトとしてはですね、ママリーというですね、ママ、お母さん向けの Q&A コミュニティのアプリっていうのを展開しております。で、アプリだけじゃなくてですね、ウェブメディアだったりとか、SNS を使ってですね、子育てに関する情報の発信というのを行っているんですけど、今日はですね、このママリーというプロダクトを開発していく 時に行っていること、まあ、自分がやっていることっていうのをですね、中心にお話ししていきたいと思います。で、ま,あ、まず前提としてですね、まあ、この人、どういう開発体制でやってるのっていうところをお話ししていきます。えっと、メインはですね、今3つの開発チームがあって、アプリグロースするチーム、アフィリエイト事業をやっているチーム、新規事業をやっているチームの3つが存在します。で、僕はですね、その中で、まあ、開発の GL って書いてあるんですけど、グループリーダー。 っていうですね、立場で活動しております。で、まあ、こういう立場上ですね、あの、プロダクトマネージャーの人とかと会話をしていって、こう、どう,うチームどういうふうな方向性でいこうかとか、次何やっていこうか、みたいな、こう、会話をすることが多い、そういう立場にあるっていうのが一つ前提としてあります。で、まあ、そこで行っていることっていうのをお話ししていきたいんですけど、まあ、本セッションの構成ですね、前半後半で分かれております。 前半はですね、まあ、何を実現しどう活用しているのかということで、Mebius、まあ、アウトカムデリバリーの思想、でこの後出てくるんですけど、Mebius ナビゲーターというものですね、どういうふうに実現して取り入れているのかというところをお話ししていきたいと思います。で、そこはですね、後半になって、Mebius ナビゲーターを実践してどうだったっていうところでですね、まあ、その活用した効果みたいなところだったりとか、あとは Mebius ナビゲーターに限らずですね、ちょっと新しいこう 実験というか取り組みっていうのをこの半年間行ってきたので、まあ、それをですね、やっていく過程で得た学びですとか、行った工夫点みたいなところもですね、お話ししていこうかと思います。なので、本セッションで得られるものですね、前半部分はですね、ウェビルスナビゲーターを実際に現場で取り入れた超具体の方法っていうのをですね、お話ししていきたいと思います。 で、後半に関してはですね、新しいアイデアを取り入れる工夫点、えー、学びみたいなところをですね、持ち帰っていただけるかなというふうに思います。で、主にはですね、あの、メビウス、まあ、アウトカムデリバリー、メビウスナビゲーターについて知りたい方っていうのがまあ対象にはなるんですけど、まあ、それだけじゃなくて、まあ、プロダクトを成長させるためにですね、普段まあ仮説検証とか、そういったのをですね、繰り返している方にもですね、いうようなセッションになるようにお話ししていきたいと思っております。 というわけで、まずですね、前半何を実現し、どう活用しているのかというところについてお話ししていきたいと思います。で、Mebius Outcome Delivery ですね。この図になります。で、こちらですね、Mebius、ま、Loop、あ、とか Mebius Navigator ーーというふうに言われているんですけど、えっと、この Mebius は価値を生み出すためのナビゲーターって書いてあるようにですね、このディスカバリーからデリバリーまでっていうところを全体をこう見える化しているような図になっています。 でえっと、この後です、ね、あと、メビウスアートカムデリバリーとかメビウスナビゲーターってちょっと混在してしまうと分かりづらいかと思うので、ちょっとメビウスナビゲーターという言葉をですを、ね、メインで使用していきたいと思いますで。このメビウスナビゲーターなんですけど、えっと、3つのセクションに構成されています。一番左側ですね、青の部分、ディスカバ,ーディスカバリーのフェーズになります。 ここはですね、問題を設定し発見するフェーズというふうに言われていて、な、ま、ん、あ、でやるんだっけとか、誰のためにやるんだっけっていうところを定義して、でそこからですね、その問題っていうのを解決した状態、解決したらどうなるんだっけっていうですね、アウトカムっていうのを定義する場所になります。いわゆる探索フェーズと呼ばれるもので、一般的に言うと、まあ、デザイン思考とかは、えっと、ここの部分に当たるというふうに言われております。 で、実際にじゃあその問題っていうのを定義したら、その問題をこう解決する方法っていうのを判断する、まあ、決めるフェーズに入っていきます。ここが Decide ていうフェーズになっていて、まあ、その問題解決する方法みたいなところを Options、ね、というふうに呼んでおります。でここはですね、あのまあ、バックログリファイメントとかはですね、ここのフェーズに当たる活動になるかという,ふうに言われております。で、 まあ実際にですね、その問題を解決する方法っていうのを決めたらですね、それを届けるフェーズになっていきます。それがですね、まあ、デリバリー、デリバーのフェーズになってくるんですけど、まあ、ただこう届けて終わりではなくて、そこからですね、こうユーザーの反応を見て学びを得る。うまくいったのかいかなかったのかっていうところをですね、検証するっていうところがですね、右下のまあメジャー l e ン r っていうところのフェーズになってきます。 でまあ、主に、えっとまあ、スクラムの活動みたいなところはです、ね、ここに当たるかなと思っていて、まあ普段のです、ね、プランニング、デイリースクラム、レトロスペクティブというような活動というのはここのフェーズに当たるというふうに言われております。といった形です、ね、そのプロダクト開発の全体像というところで問題を発見しやり方を決めて適切に作るそういったです、ね、その活動の一連の流れというのを見えるようにしたフレームワークというのが、まあ、このメビウスナビゲーターになってきます。 で、まあ、このメビウスナビゲーターですね、えっと、どういったところがいいのかとか、どういう特徴があるのかというところですね、これからですね、えっと、僕の解釈も踏まえて説明していきたいと思いますで。メビウスはですね、ディスカバリーとデリバリーをつなぐチームの羅針盤となるというふうに書いてますで。研修の時にもこのチームの羅針盤となるという言葉が出てきて、それがすごい僕の中では気に入ってるんですけど、まあ、このです、ね、チームの羅針盤、まあ、自分たちって今何やってるんだっけ次に何をやらなければいけないんだっけっていうのを見えるようになるっていうのが一つ、えー いいところかなと思っていて、まあそうすることですね。例えばまあなんかディスカバリーのフェーズだったりとかしたらですね、プロダクトマネージャーが、はこういうとしたいんだけど、みたいな会話があったらですね、開発者はですね、あ、こうしたら早く届けられるんじゃないみたいな、そういったですね、会話が生まれやすくなるような特徴があるかなと思います。 でメビウスはアウトカムドリブンとということですねアウトプットよりアウトカムという言葉も出てきてて特にですね測定可能なアウトカムっていう言葉がです、ね、研修でもよく話されていました、まあ、測定可能であることによって、まあ、自分たちがうまくいっているかが分かるっていうところが大事なポイントになってきます で、えー、もう一つですね、えー、メビウスはつながり続けるということで、まあ、そのメビウスのこの、えー、1回のループで終わりではなくって、まあ、実際に届けて反応を見たらですねそこから、えー、じゃあもっと作るだっけ、まあ、もっと作る場合はまたデリバリーのフェーズに入ってくるし。 別の問題を見つけるってなったらですね、またそのディスカバリーのフェーズに入ってくるといった形でですね、このプロダクト開発ですね、一回で終わりではなくて、こうつながり続ける、メビウスは広がり続けるよっていうところも一つ特徴としてあるかなと思います、はい。というわけで3つ話したんですけど、ディスカバリーとデリバリーをつなぐチームの新版であるよ、アウトカムドリブンである、で、一回で終わりではなくてつながり続けるっていうのが一つ特徴としてあるかなと思います。 で、まあ、アウトカムデリバリーはバラバラだったドットをつなぎ、すごい実験をして本当に意味のある成果を生み出すのですっていうのがあるんですけど、まあ、このドットをつなぐ、まあ、点を線にするみたいなところですね、一つキーワードになってくるかなと思います。なので、まあ、このキーワードですね、つながり、ループみたいなところもですね、あのこの後僕がやったことっていうのを紹介するんですけど、一つキーワードになってくるので、まあ、ちょっと頭の片隅にでも置いておいていただけたらなと思います。 で、まあ、この話を聞いて、なんか直感的にすごい大事な考え方だなって思ったわけですね。だからまあなんか普段の開発で意識したいなと。でも、これってどうやったら実践できるのっていうところですね。思った。まあ、僕がですね、あのこの半年間でちょっと行ってきたことっていうのをですね、これから喋っていきたいと思います。で これですね、あの、当時の課題感、冒頭で喋った課題感をですね、えー、並べているんですけど、それぞれに対してメビウスナビゲーターってどういうふうにアプローチできるのかなっていうのを考えていきたいと思います。例えば一番左ですね、点になっていて繋がっていないのではないか。 で、ここは、あの、先ほどだけはですね、メビウスはつながり続けるっていう特徴があると思うんですけど、まあ、こちらのようにですね、このつながり続ける、プロダクト開発はつながり続けるんだよっていうところを意識できる仕組みを作ることで、まあ、点になっている、しは点になっているように見える開発っていうのにですね、つながりを持たせられるんじゃないかっていうふうに考えました。なので、メビウスナビゲーターの思想っていうのはですね、一番左側の課題感への、こう、アプローチになるんじゃないか。 次ですね、えー、ボトルネックの特定みたいなところなんですけど、まあそのディスカバリーとデリバリーのところって、まあ分断っていうのが起こりうるんじゃないか。まあ少なくとも弊社では起きていたっていうところがあって、例えばですね、ディスカバリーの部分でプロダクトマネージャーはですね、なんかちゃんと考えた状態でこう開発者に渡さないとっていうようなこう悩みを抱えていたりしたときに、まあそれがですね、こう見えない ことによって、なんか、なんで困ってるんだろうみたいな感じのことが発生して、まあ、僕もそういう感情があったんですね。そこに対して、チームの羅針盤となるっていう話があったと思うんですけど、このですね、アイデアの起案、まあ、仮説から届けるっていうところまでを見えるようにすることによって、どこでつまずいてるのかっていうのがわかるようになるんじゃないか。そうすることで、ボトルネックの解消に対して、チームとして、 動けるんじゃないか、チームとして何につまずいてるんだっけ何を解消したら前に進めるんだっけっていうですねそういったつながるそういったことにつながる会話っていうのを増やせるんじゃないかというふうに思いましたなのでメビウスナビゲーターを用いたですね、見える化っていうのをすることで一番真ん中のですね、えー、課題感に対してアプローチできるんじゃないか で最後ですね、えーまあ、知見の共有みたいなところなんですけど、これはですね、Mibus を中心に組織の学習を強化したいというふうに書いていて、その Mibus はです、ね、チーム内だけじゃなくて、まあ、チーム間だったりとか、はたまた組織内でですね、えー、こう語れるような状態を作るっていうことによって、まあ、自分たちのやってることっていうのが、チーム内にとどまらないで、まあ、組織に広げられていくんじゃないかっていうふうに考えていきました。 なので、この自分がですね、考えているその3つの課題感に対して、メビウスナビゲーターを用いることで、まあ、解決のヒントになるんじゃないかっていうふうに考えたわけですね。で、まあ、どうやったのっていうところをですね、話していくんですけど、ここから、えっと、超具体の話をしていきたいと思います。で、実際にどうやってメビウスナビゲーターをですね、意識できるような開発フローを作ったのかっていうところを話していきたいと思います。 で、えっと、注意点なんですけど、あの、これはですね、まあ、独自で作成したものなので、えっと、研修で紹介されたものではなかったりします。でまたですね、このノーションを使った実現方法になるので、えっと、もしかしたら合わない組織とかもあるかもしれないんですけど、あの、一つの事例としてですねあ、こういうことできるんだとか、こういうことやってるんだっていうところのですね、参考になればと思っております。で、この後ですね、その、まあ、この m ナビ b i u s ゲーターテンプレートっていうのですね、えー 実際に操作ししてて、えー、お見せしていくんででですすすすけどこちらですね、えっと、配布する予定ですあの実際に組織で利用しているものと同等のものっていうのを配布して手元で触れる状態っていうのを作ろうかなと思っているので、えー、もしですね興味がありましたら実際に自分の手元でですね操作してみてあこういうふうなことをやってるんだなっていうのをですね、えー、イメージしていただけたらなと思います。 はいというわけで、ま,あ、まずはですねちょっとどういうふうに使っているのかというところですねデモを、えー、動画を見ながらですね、えー、見ていきたいと思いますで、えっと。まず動画を見る前にですね、えっと、ちょっと、えっと、そのメビウスナビゲーターですね、そのコネヒト式メビウスナビゲーターでちょっと読んでいきたいんですけど、そこに出てくるちょっと用語の説明をしたいと思います。でテーマと実験という言葉が出てくるんですけど、まあ、このテーマっていうのが課題とか問題、えー、解決したいことになってきます。 で、その課題を解決するための取り組みっていうのをですね、実験というふうに呼んでいます。このテーマと実験というのが親子関係になっているようなイメージです。 でメビウスナビゲーターで対応を見てみると、まあ、ディスカバリーの部分というところが、まあ、テーマになってきますどういう問題、課題というのを解決したいのかというところになってきて、まあ、それをです、ね、実際に解決する、えー、していく、まあ、実験というところがです、ね、ディサイドデリバーのところに当たるこういうまあ対応関係で考えていただけたらなと思います。 で、今回ですね、まあちょっと分かりやすいようにストーリーを持ってきました。実際の開発じゃないんですけど、あの、ちょっと、えっと、実例というか、ところに近いものを持ってきましたで。例えばですね、まあある男の人がですね、健康診断を受けて、まあちょっと指摘されてしまったと。なので、あ、ちょっとやっぱ体の改善しなきゃいけないなっていうところで、まぁ、あ、健康体を取り戻すためにですね、まあ運動などをやっていくと。で、まあ、やっていく中でですね、なんか結構、 体の変化って楽しめるなみたいなふうに思ってですね、より高い目標を目指そうということですね、まあ、大会へ目指すというようなですね、ストーリーをですね、考えていきたいと思います。はい。というわけでですね、まあ、この流れをですね、自分が作った、まあ、メビュスナビゲーターというのをですね、使ってどういうふうに辿っていくのかっていうのをお話ししていきたいと思います。で、こからですね、ちょっと動画をお見せしていきます。 はい。ちょっと見づらいかもしれないんですけど、えっと、後ほどですね、テンプレートも配布するので、そも合わして見ていただけたらと思います。で、こちらですね、Notion の、えー、テンプレートになってるんですけど、このですね、テーマっていうのがあります。ここでですね、テーマっていうのをですね、new、まあ、作成するボタンを押すとですね、このように新しいテーマっていうのが作成されます。ここでですね、健康な体をまあ手に入れたいというですね、タイトルにして、まあ、これテーマを作成するっていうボタンがあるので、それを押してみます。 そうするとですね、テーマを作成するっていうのを押すと、あの <laughs> テンプレートが展開されて、まあ、なぜやるのか、誰に向けてやるのか、アウトカムっていうのがですね、書ける状態っていうのを作っています。こうすることで、スライドに書いてあるようにあの、ディスカバリーの部分ですね、えー、誰にやるのか、なぜやるのかっていうのをですね、書、えー、けるような状態、そしてアウトカムっていうのを記入できる、まあ、このフローに沿っている状態っていうのを作っています。 で、例えばですね、このアウトカムですね、体脂肪率をまあ25%から20%に減らすっていうですね、ゴールをま考えたとします。そしたら、じゃあそれをまあ達成するための実験っていうのを考えていきます。実験を作成するっていうボタンを押すとですね、また新しくドキュメントが展開されます。ここがですね、まあ、実験を作成する、まあ、ディサイドのフェーズと、まあえーですね、届けるデリバリーのフェーズにかかってきます。 例えばここで,ですね、毎日30分走るっていうようなです、ねえー、ところ、実験を行おうとします。で、ここで一つちょっと注目していただきたいのが、その、えっと、タイトルの下にテーマっていうのがあるんですけど、ここにですね、先ほど作ったテーマになっていて、この実験っていうのは、どういった問題を解決したいのか、どういった課題を解決したいのかっていうのがわかる、見える状態になっています。 これでですね、実験を実際に行っていくんですが、まあ、実験の背景だったりとか内容っていうのを書けるようになっております。例えばですね、モニタリング指標ですね、体脂肪率をですね、25%から20%に減らすっていうところを目標にしていきます。で、実際は実験をしたとします。そしたらですね、実験完了っていうのをすですね、その実験の結果っていうのを書けるような状態になっています。で、 まあ、主要資料の結果をですね、書いていくんですけど、まあ、今回はですね、ちょっと運動だけだとですね、体脂肪率25%から20%まではいけなくてですね、22%までいってしまったと。そしたらですね、その学びを書いていきます。ここはですね、えー、右下の、えー、デリバリーのところですね、検証し学ぶというところのフローに沿っていくような形になっています。まあ、例えばですね、運動だけじゃなくって、まあ、食事にも気を使う必要があったと。 といったときにです、ね、えーまあ、その学びを経たわけですね。そしたら次、どうするかというとです、ね、でレビュースナビゲーターとしては分岐が発生します。まあ、次の実験をやるのか、まあ、はたまたです、ね、別の問題を見つけるのか、この分岐が発生したときに、まあ、じゃあ、えーと、次の実験をです、ね、やってみようというふうに考えたとします。 こんな感じですね。まあ、もっと作る、まあ。今回は作るじゃないんですけど、えっと、次の実験をやっていこうということで,ですね。そうすると、下の方にですね、次の実験を作成するっていうボタンがあります。これを押すとですね、まあ、次の実験ということで、先ほどと同じドキュメントが作られます。で、たぶですね、朝ごはんをプロテインにしてみるというですね、状態を作ったとします。で、またですね、テーマをですね、紐付けるんですけど、先ほどとちょっと違うのはですね、ここですね、前の実験というのが、 いいいてるるのが、えー、分かるかと思いますでこのようにですね、この実験というのはどういった実験をもとに作られたのか、どういった実験で得た学びからこの、えー、実験というのが作成されたのかっていうつな、ね、がりというのを見えるようにしたというのが、えー、この一つの特徴になってきます。でですね、また同じように、まあ、実験をやっていくんですけど、まあ、実験が終了したとします。 これで,ですね、えー、実験の結果を書いていって、例えばですね、まあ、目指すところをですね、達成したと、20%達成したってなったらですね、ま,あ、またそういうの学びっていうのを書いていきます。で、ここからですね、次、じゃあ、それで終わりじゃなくて、まあ、新しい問題、課題っていうのをですね、見つけたとします。ここでですね、行うこととしてはですね、まずですね、まあ、実験を完了させていきます。まあ、そうするとですね、このステータスが完了になるんですけど、 そこからですねまたテーマに戻っていって、下の方に行くとですね、NEXT ACTION というところにですね、このテーマによりです、ね、別の問題を見つけたら、えー、次のテーマを作成するというボタンがあります。これを押すとですね、新しいテーマが作成されます。で、まあ、例えばですね、フィジークの大会に出ようという、えー、新しいテーマをですね作ったとして、ここでもですね、一つ、えー、特徴として、先ほど実験のつながりというのがあったんですけど、ここでもですね、テーマ間の ま、課題、問題の間のつながりっていうのも見えるようになっています。こうすることで、まあ、この問題ってどういった実験、まあ、どういった問題解決をもとに生まれたのか、どういった学びをもとにこの課題っていうのが新しく生まれたのかっていうのも見えるような状態を作っております。で、先ほどと同じようにですね、テーマを作成するっていうボタンを押すと、ディスカバリーの部分ですね、右、左上か、の部分を え、に戻ってきてですね。まだ、まあ、誰にやるのか、何のためにやるのか、え、どういったアウトカムを目指すのかっていうところをですね、えー、かけるような状態になっていて、まあ、こうすることで、このメビウスナビゲーターのですね、フローに沿った、え、開発、開発っていうのができる状態っていうのを作ったっていうのがですね、自分のやったことになります。で、えっと、こちらですね、まあ、一覧も見えるようになっていて、 このですね、繋がりっていうのもですね、一覧の中で見えるような状態っていうのは作っております。はい。というわけでですね、こういった形でですね、自分の、えっと、実際にメビウスナビゲーターを意識できるような、こう、開発フローっていうのを踏める状態っていうのを作ったのを紹介させていただきました。はい。で、戻るんですけど、改めて、まあ、その全体像っていうのをちょっと見ていきたいと思います。 はい。テーマを作成して、まあ、誰になぜ何をやるのか、まあ、アウトカムを決めるっていうところをやっていって、そこから実際に実験っていうのを作っていって、えー、まあ、開発をがする場合は開発をしていく。で、そこからですね、検証して学びを得ていって、次の実験をやるのか、またまた別の問題を見つけるのか、そういったですね、流れっていうのをたどれるようにしています。 まとめるとですね、まあ、テーマと実験というのが相互に結びつく状態というのを作っていくことで、まあ、仮説実験検証を学び、このループっていうのをですね、実現見えるようにしたというのがやったことになります。で、えっと、お見せしたようにですね、ノーションの機能をふんだんに使っておりまして、えっとですね、まあ、ボタンを押すことによって、ステータス更新とか、こうページの作成みたいなところをですね、えー、自動化しております。でこうすることで、まあ、最小限の、あの、<coughs> ま、労力というか、えー、フローで、あの、このメビエスナビゲーターのところですね、フローを踏めるような状態にしてるんですけど、まあ、このステータスっていうところをですね、えー、更新して見えるようにすることでですね、例えば、まあ、僕所属してるレッドチームっていうのがあるんですけど、レッドチーム実験チーム2つやってるんだなとか、あとはですね、あの、まあ、未着手なものがあるから今後それをやるのかもしれないなとかっていうのがですね、見えるようになって、まあ、今自分たちって何やってるんだっけこのチームって何やってるんだっけっていうところですね、見える状態にしたっていうところもあります。 でまあ、ちょっといろいろお話しさせていただいたんですけどちょっとなんか分かりづらい部分もあったかと思うので、ね、詳しくはですねあのテックブログにもですね載せているのでもしよければですねそちらの方も参照していただきたいなと思います。 で、このですね、まあ、コネヒト式メビウースナビゲーターとちょっと呼ばせていただきたいんですが、それを用いて今どういうことやってるのかっていうところですね、話していくんですけど、例えばですね、まあ、ディスカバリーのフェーズで、まあ、プロダクトマネージャーとマーケターの人とかですね、まあ、これどういう課題を継ぎとこうかなとかっていうのを話したりですとか、あとはですね、学びの共有というところで、まあ、他のチームのですね、プロダクトマネージャーにですね、この、えっと、ドキュメントを見せて、あ、こういった結果が得られたよ、こういった学びが得られたよ、みたいな話をしています。 で、一方でですね、あの、実際に作るみたいなところに関しては、もともとスクラムでえっと使っていたツールっていうのをそのまま使っているので、そこは切り分けた状態で今、開発を行っております。このようにですね、まあ現状ですね、メビウスナビゲーターを使って行っていることとしてはですね、現状はですね、プロダクトマネージャーを中心に利用をしております。ディスカバリーフェーズの利用だったりとか、あとはですね、部署横断の知見共有会みたいなことをやっているので、そこでですね、学びの共有っていうのを行っていたりします。 でえー、まあオープンなドキュメントとしてもいるので、まあ、その実際に振り返れるときに誰でも見られるような状態になっていたりですとか、まあ、エンジニアとかにです、ねえー、説明する時にです、ねえー、ときにリンクを送ったりとかして、えー、このメビウスナビゲーターを見ながら会話をするみたいなことをやっていたりしますで。行っていないこととしてはです、ね、まあ、実際に作るフェーズのスでスクラムで用いていたツールはそのまま使っているという感じです。 はい。で、部署団の知見共有会みたいな話があったんですけど、まあ、これはですね、何やってるかっていうと、まあ、週1回30分ですね、集まってやっています。まあ、PDM 経営陣とかだったりとか、まあ、開発者、あとプロダクトに相談したい人は誰でも来ていいよ、みたいな感じにしているんですけど、やってることとしては、先ほどですね、この等式メビルスナビゲーターを見ながら、まあ、やったことの結果だったり、学びの共有みたいなことを行っていたりします。はい。というわけでですね、まあ、 自分の抱えていたその3つの課題観に対してですね、メビウスナビゲーターというところがですね、一つ解決のヒントになるんじゃないかということで、このアイデアっていうのを具体に落とし込んでいくと、ノーションのですね、まあ、つながりっていうのをですね、見えるようにする機能だったりとか、ステータス管理をする機能っていうところでですね、見えるようにする。で、それをですね、チーム間で共有することによって、自分たちの知見っていうのを組織に広げていくっていうことをですね、今やっております。 はい。というわけですね。前半まとめですね。えー、Notion の機能を利用して、m ビ b i u s ゲーターというのを表現しました。まあ、施策のつながり、ループっていうところを実現して、で、その施策、えー、基案、開発、検証っていうところの全体をですね、ステータスを持って見える化したということをやりました。それによって、まあ、自然とですね、m ビ b i u s ゲーターに沿ったプロダクト開発を進められるフローっていうのを作っていきました。 でそれをですね部将団のミーティング等で利用することで各チームの状況を見えるか共有できるようにしたというのがです、ね、自分はこの半年間で行ってきたことになります。はいというわけでですね前半何を実現しどう活用しているのかというところのお話をさせていただきました。ははいいいちょっと水を飲ませてください、はい ということで、次ですね、後半入っていきたいと思います。残り15分ぐらいですね、お付き合いいただけたらと思います。で、実際にですね、そのメビウスナビゲーターを実践してどうだったとっいうところをですね、お話ししていきたいと思います。で、まあ、何度も出てくるんですけど、まあ、この3つの課題感に対してですね、まあ、アプローチを行ってきたわけです。で、まあ、特に赤文字の部分に対してですね、あの見ていきたいんですけど、 まあ例えばですね起こしている変化みたいなところで言うとつながりの部分ですねつな、まあ、がりが分かりやすくなっていることによって、まあ、各施策の文脈っていうのを思い出しやすい状態っていうのができているっていう、えー、お声をもらっております。 まあただ一方で、まあ、これ、ちょっとまだ、えっと、運用して半年ぐらいのものだったりはするので、あの長期的に見て、本当にこのつながりっていうのを見えることって効果的なんだっけみたいなところはです、ねえっと、ウォッチしていきたいなというふうに思っているんですけど、まああのですね、各施策のつながりっていうところの見えるかっていうところに対して、ですね、えー、結構一番好評をもらってるって感じですね。 またボトルネックの特定みたいなところで言うと先ほどまあステータスのなんか一覧を見ていただいたと思うんですけどまあいった形で,ですねなんかレッドチーム実験中なもの多くない大丈夫みたいな会話っていうのが起こったりしています。ただですねまあ僕自身もあのメビウスナビゲーターを見ることによってなんかこれって何で進んでないんでしたっけとか何でつまずいててこれって実験にできてないんでしたっけみたいなですね会話っていうのがしやすくなっているっていうのがあります。 他にですね、まあチーム間の共有みたいなところで言うとですね、まあ開発に関わってない人でも、まあ開発に関する情報っていうのがどこにあるのかっていう共通認識ができているかなと思います。 例えばですね、まあ、ウィズサイドもですね、よくよチームにシェアした方が良さそうだなって思ってることがキャッチアップできていいなっていうふうに、まあ、このコネヒト看板って書いてあるのが、あの、今のメビウスナビゲーターの、あの、社内での通称なんですけど、えっと、利用できていて、まあ、そのですね、自分たちのやってることっていうのをですね、共有しやすい場所ができたっていうところはですね、一つ変化としてなってるかなと思っていて、まあ、このコネヒト式メビウスナビゲーターを中心に会話をしていくっていうのがですね、できてきているかなと思います。 なので、まあ、この3つの課題観に対してですね、まあ、解決の一歩っていうのは踏み出しているんじゃないかっていうふうに今感じております。とはいえ、まあ、課題もまだまだたくさんあって、まあ、学習コストっていうのが特に結構高いっていうのが話をもらっています。 まあちょっと使うのに慣れが必要だったりするっていうのがあるんですけど、まあその他にもですね、まあ利用頻度の度合いっていうことで、先ほど見せたその <laughs> 開発体制のやつがあって、ちょっと濃淡であの色、えっと利用頻度を表してるんですけど、色が濃いほど利用が多いってことですね。まあ自分が所属しているチームとかですと、結構利用頻度高くですね、会話をしているんですけど、まあその他のですね、チームのプロダクトマネージャーだったりとか。 あとはまあ開発者も含めてあの見ながら会話をしていくみたいなところに関してはまだまだこれからやっていく必要があるかなと思っていて本気強くですねあの会話をしながらですね、えー、浸透していくっていうところはやっていかなきゃなというふうに思っております。はい。というわけでですねまとめると、まあ、うまくいってることとしてはですね施策のつながりっていうのが見えやすくなってきているっていうところと、まあ、残り続けているもの終わっていないものっていうのがですね、えー、見えるようになっている。 で、まあ、各チームの行っていることっていうのはですね、えー、先ほどのメビ b i u ナビゲーターをですね、中心に会話をしていくっていうところが、えー、今、変化として起きているかなと、まあ、一方でですね、えー、利用日程の慣れが必要だったりとかチームによってですね、まあ、活用しきれてない部分とかっていうのはあったりするっていうのが現状になります、はい、で、まあ、うまくいってること、いってないことあるんですけど、まあ、この半年間でですね、えっと、変化っていうのは起こせていそうだなっていうふうふに思っていて まあ今回ですね、その、まあ、メビウスナビゲーターに限らないんですけど、まあ、変化を起こすためにですね、えっと、どういったことを行ってきたのかっていうところのですね、工夫点、学びみたいなところもですね、ここからちょっとご紹介していきたいと思います。で、今回ですね、実践してきた道のりっていうことで、大きく3つのフェーズに分けてます。えっと、ね、この一式メビウスナビゲーターの作成。そこからですね、実際にそれをつく、えー、使う場づくりをしていって、 で、使ってみたですね、学びを取り入れて、さらに改善をしていく。こういった流れをたどっていきました。で、それぞれについてですね、工夫点というところを話していきたいと思います。で、変化を起こすためにというところで、まあ、仲間とやるですね。で今回これ、僕が喋ってるんですけど、僕一人でやったわけではなくて、まあ、課題感が同じ仲間がいました。 話をしているうちですね、プロダクト開発のループを回したいよねっていう話をしたんですけどその時にですね、僕がですね、研修受けたんですよって話をしていってこういったアイデアがあるからちょっと実現したいよねっていうふうに話していました。 で、たまたまですね、この得意領域が異なる仲間がいたっていうのが良かったなって思っていて、あの、自分がですね、まあ、メビエスナビゲーターを学んだアイデアっていうのがあるんですけど、まあ、それを実現するためのですね、方法みたいなところで、相方がですね、えっと、ノーションの活用が得意だったりとか、まあ、過去にノーションを活用したドキュメントの展開実績っていうところがあって、まあ、先ほどお見せしたですね、ノーションを活用した実現方法みたいなところにつながってきたっていうのがあります。で、まあ、アイデアがある。 あって、いけそう感があるんだったら、ちょっとその場でやっちゃうっていうのは一つ、えっと、アイデアを実現する方法かなと思っていて、まあ、その時もですね、ちょっと今画面映しながら作っちゃいます、みたいな会話をしてですね、やっていきました。で、そうするとですね、まあ、こういうアイデアがあるんですけど、って話をするとですね、あ、これってそうやって、これ、こうやって実現できるんじゃないみたいなですね、話でですね、どん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 進んでいき、まあ、先ほどですね、お見せしたですね、えー、ミビスナビゲーターの、あの、フローみたいなところはですね、およそ1時間ぐらいで叩きっていうのはできました。 なので、まあ、残りですね、使い方みたいなところはですね、僕が書きますので、って話をして、じゃあ細かい部分は調整するよっていうのを相方にお任せするということで、結構スピーディーに、あの、進められたかなと思っています。 ということで、まあ、仲間とやるっていうのは結構でかかったなと思っていて、えっと、今回ですね、まあ、こうやって発表できるのも、一、まあ、人だったら多分できなかったなっていうふうに思っているんですね。なので、一人ではなく二人で進められたっていうことが結構でかくって、まあ、弊社の CTO もですね、何がいいってトッシーが一人でやってないのがいいよねっていうふうに言葉をもらってて、いや、本当にそうだよなっていうのをですね、今回実感したっていう感じですね。で、えっと、文中の中にですね、ちょっとリードミーっていう言葉があったんですけど、 こちらですね、何かっていうと、ですね、ミビウスナビゲーターのですね、えー、と冒頭のところに、ですね、リード Me というのを置いています。こちらです、ねえっと目的とか使い方、よくある質問みたいなのを書いていて、これはですね、他の人にですね、展開していく上でえで使えるんですけど、まあ、それだけじゃなくてなんか自分自身も立ち返れる場所として、このリード Me があるっていうのは結構大事だなと思っていて。あの まあ振り返るときにですね、これってなんで自分ってやったんだっけっていうのをですね、改めてこう確認をしていくことで、あ自分ってこういうのを達成したくて、こういった取り組みをやったんだなっていうのをですね、振り返れる、立ち返れるようになっているっていうのが結構でかくって、最近ですね、プロダクトマネージャーの仕事っていう本を、えっと、読んでいる、読んだんですけど、えっと、ロードマップのですね、色味を書くことが大事だと。そうすることで、まあ、ステークホルダーがですね、何を期待できるのか、どう使われるのかって理解できるようになるっていう話があって、 これはですね、ロードマップの話なんですけど、まあそれに限らずですね、新しいアイデアを実現する、まあドキュメントを展開するってなった時にはですね、このリードミがあることによってですね、何ができるのか、これを使うと何がいいんだっけっていうのが伝わりやすくなるかなというふうに思っていて、そこは一つ良かったかなと思っております。で、次ですね、細かく検査と適用ということで、今回ですね、結構あのフェーズに分けてですね、細かく振り返りっていうのをやっていました。例えばですね、 えっと、まあ、最初のうちっていうのは、まあ、ニーズがあるかわからないっていうのがあるので、まあ、本当に使えるんだっけっていうところをですね、確認していくために、まあ、何回か使って振り返るっていう形ですね、短いスパンでの振り返りっていうのをやってました。でそこから、ま、ニーズがありそうだねってなったらですね、もうちょっと使う人っていうのを増やしていって、え、みんなで使ってみて、本当に使えるんだっけまあ、ほん、みんなで使うためには、どういった改善をしなきゃいけないんだっけっていうところを話していきました。 でそこからさらにもうちょいですね、長期間の振り返りっていうのをやっていって、目的って達成できてるんだっけとか、次の展望って何なんだっけっていうところですね、話していくという感じでですね、進めていきました。なので、まあ、最初のうちはですね、細かくフィードバックをもらって、ニーズがあるか使えるかを確かめていく。 でニーズがあると分かったらよりよくできるように改善していくっていう感じでですね、まあ、結構プロダクト開発に似たなんか進め方かなってちょっと思っていてあの新しいアイデアを実現するときにも、えー、とこういった考え方っていうのは一つ使えるポイントかなと思っておりますで最後ですねやってもらうのではなく一緒にやるっていうところですねで先ほど挙げた課題ですね、えー、学習コストが高いとか使うのに悩むところがあるみたいな話があったんですけどこれはなんかすごい自分自身反省だなと思っていて先ほどなんかあのお見せしたドキュメント メビウスナビゲーターというのを作って、そのまま結構ぶん投げちゃったんですよね。で、それはちょっと良くなかったなと思っていて、やってもらうんじゃなくて一緒にやる。で、これもプロダクトマネージャーの仕事になった文面をちょっと引用させてもらってるんですけど、まあ、プロセスを作るところは巻き込むとか、まあ、人にテンプレートを埋めるように依頼する前に自分で最低3回は埋めてみるっていうのはですね、すごい大事かなと思っています。 なので、これをですね、受けてですね、最近やってることとしてはですね、メビウスナビゲーター黙々会の開催っていうのをやってます。まあ、週1回15分ぐらいですね、PDM たちで集まって黙々ドキュメントの更新をやっていって、まあ、そこでですね、使い方とかやり方でわからない部分っていうのがあったら話をしていって、あもっとこういう風にできるかもねっていうことをやっています。で、まあ、自分でもですね、ちゃんとテンプレートを埋めようっていうことで,ですね、秘策を一つ担当として、まあ、テンプレートを記載するっていうことで,ですね、やってもらうんじゃなくて一緒にやっていくっていう状態を作っています。 というわけで,ですね、変化を起こすためにということで、えー、工夫点だったりとか学びっていうのを紹介させていただきました。はい、というわけで、えー、後半ですねミ、えー、ビウスナビゲーターを実践してどうだったっていうところのお、えー、話が終わったんですけど最後にですね、まあ、何をやったか分かった、まあ、どういう過程でやったのかも分かった。 と信じたいんですけど、まあ、あのそんな中でですね、まあ、結局メビウスナビゲーターって、まあ、僕にとって何なのかみたいなところをですねちょっと話していきたいと思います、まあ、このメビウスナビゲーターを使って何を目指していくのかというところの、まあ、今後の展望というか、えー、活動みたいなところですね話していきたいと思いますでメビウスナビゲーターというのはコミュニケーションのきっかけになるんじゃないかというふうに思っているんですけど、まあ、ただそのコミュニケーションのきっかけなのかというところなんですね で、まあ、進めていく中で、ですね、結構自分の目指したいぞというのが見えてきて、まあ、m e b a s スナビゲーターというのをもとにです、ね、どういったことを実現したいのか、どういったことをやっていきたいのかというところを話していきたいと思います。で、えっと、これなんですけど、まあ、プロダクト開発って当たるかどうかわからないと思うんですけど、まあ、これ絶対ユーザーのためになるよねって、自信を持ってリリースできたらいいなと思っていて、まあ、それができるだけ短い期間でできたらいいなっていうふうに思っているんですね。 でまあそりゃそうだって感じかもしれないんですけど、まあ、このですね自信を持ってリリースするみたいなところがですね結構今自分の中で、えー、テーマとして活動していますで自信がないのってなんだっけっていうところで言うと、まあ、やったことがないことには自信って持ちづらいかなって思うんですよねだからまあ実際にやってみてニーズがあるかないかっていうところの証拠を作っていくそのために一番簡単に実験できる方法ってなんだっけっていうのを問うて早くやっていくっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思います でまあ、なんでやろうのというところで言うと、やっぱり届けないとわからないというのがあって、まあ、いくら考えたばですね、実際に届けないと勝ちにはならないよっていうところですね、だからディスカバリーで止まり続けないっていうのは、一つ大事かなと思ってます。で、まあ、最初のうちはですね、やっぱりアウトカムも曖昧だと思うんですね。なので、先ほどですね、BBS ナビゲーターっていうのを進むことで、それを明確にしていく。 っていうことが大事かなと思っていて、そのためにですね、今できる一番シンプルなことって何だっけっていうところをチームで話して進んでいくっていうことをやっていきたいなと思っています。で、ただですね、まあ、届けて終わりではなくって、まあ、作って終わりではないというところで、まあ、自分たちがやりたかったことっていうのはできてるのかっていうのを問うていく。もっと作った方がいいんだっけ別のやり方を試した方がいいんだっけ別の問題があるんだっけそういったところですね、会話をしていくっていうことで、 まあ、ディスカバリーとデリバリーっていうのが繋がり続けるっていうところが意識できるんじゃないか。また、えー、ループっていうのはですね、繋、えー、がり続けるということで、このプロダクト開発というのをですね、繋がり続けることを意識したコミュニケーションのきっかけにしたいなというふうに思ってます。まあ、例えばですね、えー、プロダクトマネージャーがですね、えー、ディスカバリーのフェーズで会話をしているときに開発者が入ってもいいかもしれないです。こうやったら簡単に確かめられそうだよねっていう会話をしたりとか。 デリバリーのですね、学びを得ているフェーズですね。他のチームの PDM が入っていって、別の問題があるんじゃないっていう形ですね。なんかこうチームにとどまらずにこう会話をしていくっていうような状態っていうのを作っていく。そうすることで、なんか早く学びを得ていって、適切なのとかも狙っていくっていう状態っていうのが作れるんじゃないか。そこを目指していきたいっていうふうに考えております。はい。 なので、自信を持ってリリースしていくためにっていうところで、ディスカバリーとデリバリーどっちもやっていこう。で、実際に使ってもらってニーズがあることを確かめていく。で、でニーズがないことが分かるっていうのも学びだと思っているんで、なんかそれで落ち込むんじゃなくって、あ、じゃあニーズがないって分かったらこれをどう活かしていこうとか、あどういうふうにえ、じゃあ次何やればいいんだっけっていう会話をしていくことで、学びを得て、ループをつなげていく。そうすることで、チームとしてですね、前に進んでいる状態っていうのを作れるんじゃないか。 そこを目指していきたいなというふうに思っています。なので、メビウスナビゲーターっていうのはコミュニケーションのきっかけなんですけど、自信を持ってリリースし、大きなアウトカムも達成するためのコミュニケーションのきっかけになるんじゃないかというふうに思っていて、それを目指してですね、今後もですね、この自分のやっていることのですね、浸透だったりとか、改善というところをやっていきたいなというふうに思っております。 はい、というわけで、えー、いろいろお話しさせていただいたんですけど、まあ、こういったですね、えっと、自分の、まあ、やったことを話せるっていうのも、まあ、その自分のやりたいことアイデアっていうのを受け入れてやってみようって言ってくれる、まあ、組織チーム相方、まあ、がいたからだなっていうふうに本当に思うので、えっと、この場を変えてですね、ちょっと感謝の意を表明させていただきたいと思います。 はい。というわけでですね、えー、自分がですね、半年間、えー、行ってきたことを話しさせていただきました。で、メビスナビゲーターに限らずですね、こういったその解説検証だったりとか、そういったところに対してですね、えー、まあ、悩みだったりとか、なんか、活動みたいなところをですね、している方とですね、ぜひお話しさせていただけたらな、というふうに思いますので、えー、この後もですね、えー、廊下とかでお話しさせてください。というわけで、えー、ご清聴ありがとうございました。 田中さん参考あ、ごめんなさい。参考、はい、載せてるので、こちらの資料、後ほど展開するので、もし、えー、興味あれば見てみてください。はい。ありがとうございます、はい。田中さん、ありがとうございました。ちょうど45分で時間通りなので、もし質問がある方は、えっと、田中さんに直接質問するか、ディスコードに書いていただけると、多分回答していただけると思うので、はいえー、で皆さん書いてください。はい。改めて、田中さん、ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs>